こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は山陽電車浜の宮駅を見に行きます。動画の前半は地図のパート、後半は実際の映像となっておりますので、概要欄にチャプターがありますので、お好きなところから再生をお願いします。それでは地図を見ていくことにしましょう。今回見ていくのは山陽電車本線浜の宮駅になります。所在地は兵庫県加古川市尾上町です。駅の周辺はですね、住宅地と言って良いのではないかなと思います。あと駅の南側にはね、こちら地図にもあります通り浜の宮公園というのがありまして、松が非常にね、綺麗な公園でありますので、ぜひね、この浜の宮駅行かれた方はね、歩いてまあ5分から10分ぐらいなんでね、行ってみてはいかがでしょうか。あと公園の中にはですね、この松以外にも見てほしいところもあったりしますので、そちらはね、実際の映像もありますので、ぜひご覧ください。あと公園の北側にありますが、天神社、天神さんのね、神社もあったりします。駅の北側の方には山陽新幹線の線路があります。まあこちらは高架線なんですけどね、山陽電車は地上を走っております。あとですね、こちらちっちゃい鳥居のマークありますけども、まあ神社があるんですよね。こちらもちっちゃい神社、ここね、非常にね、行きにくい場所ではあるんですが、私この場所結構好きなんですよね。はい。線路の間近でね、列車が見れたりするところでもあるんですけど、こちらも実際の映像がありますのでね、見てみてください。それではね、古い地図を見ていくことにしましょう。はい。こちら地理院地図の1961年から69年までの地図となります。地図の中心付近、浜の宮駅、確かに映っております。開業したのは1923年、大正12年、山陽電車の前身である神戸姫路電気鉄道が開業と同時に開業となりました。まあ周辺はね、本当何もないところだったんですよね。駅の北側なんかはね、畑が中心としたのどかなところ、駅の南側の方にね、建物が少しありますよといった感じでしょうか。まあこちらがその浜の宮公園、昔からあるところなんでね、でも今よりも松の数はちょっと少ないかなといった感じですね。一時すごくね、松がなくなった時期もね、あるようなんですけどね。こちらの写真、1974年から78年の写真だと、ちょっとね、公園がはげたような形になったりもしてますよね。ところが、こちら、1979年から83年、84年から86年、そして2009年と、どんどんと松がしっかり茂ってきておりますね。現在、この公園の中、歩くことももちろんできるんですけども、ランニングしてる人もいますし、まあ、ちょっとね、遊具のある公園なんかもあったりして、子供さんなんかもね、賑やかにしてる様子が、今回見ることもできました。あと、ここにね、立派なプールもあるんですよね。まあ、コロナの影響でね、まあ、やってない年もあったのかもしれませんが、今年はどうだったんでしょうね。実際見たところ、プールは綺麗だったので、ひょっとしたら今年は何か開業ね、したのかもしれませんね。はい。さあ、それではね、山陽電車浜の宮駅、実際の映像をご覧ください。ここはね、山陽電車本線の浜の宮駅になります。前回の動画がね、2020年に制作ということなので、久しぶりにね、この駅訪れてみようと思ってやってきました。対面式ホーム2面2線の構造、ホームはね、ほぼ直線といった感じでしょうか。こちら姫路方面のね、ホームの端には踏切がね、あります。まあ、歩行者もね、車も結構通っておりますね。さあ、駅の前景はね、こんな感じになっています。前回の訪問とあまり変わったところはないような感じですよね。このエレベーターは前はあったのかな？ちょっとね、覚えてないんでね、また前回の動画見直しまして、コメントを入れときます。はい、こちらがね、改札入ったところになりますね。窓口も一応ね、あるようなんですが、シャッターが閉まっており、一応無人駅となっています。上り下りの方もね、地下道で結ばれているような感じですね。こちらはホーム広いところがありますけども、この向こう側のね、自転車がかなりすごいたくさんありますよね。この駅には自転車で、来ている人がこんなにいるんでしょうか。まあ普段乗客はね、そんなに多い駅ではなかったような感じなんですけどね、この駅はね。それではね、駅の外に出てみます。
駅の南側にねやってきました。駅舎の雰囲気はね前回来た時とあまり変わってないように思います。駅の南側にはね、ご覧のようにロータリーがあるんですけども、今ね真ん中に2台ほど車止まっていますけども、この部分はね前来た時はなかったような気がしますね。新しく人待ちができるように整備されたんでしょうか。でね、こちらにバス停があります。バス停の表示柱がね なくなってたんでないように思ったんで、ああバス停なくなったのかなと思ったらね、背後にこんなところにバス停の表示柱がありまして、まだ過去バスの停留所はねちゃんとあるようですね。時刻はだいたい1時間に1本ぐらいで来るような感じなんでしょうかね。はい。で、浜宮駅のね動画に、昔駅の近くに東宝があったんですよというねコメントをねいただきまして、もしかしたらこのね今ファミリーマートとかエリックさんなんかがあるこのスペースが昔はスーパー東宝だったのかなと思ったりしました。どうなんでしょうか。上にはねビジネスホテルがあるようなんですけども、おーねこれ前来た時もあったと思うんですけどね、ちゃんとこれ営業してるっていうか、こんなところにねホテルっぽいのがありますけど儲かってるのかなとねふと思ってしまいました。さあそれではね浜宮駅近くにはね、この浜宮天神社、っていうのがありますんでね、少し向こうの方になりますんでね歩いて行ってみようと思います。はい、駅からね5分ほど歩きましてねこの細い道を歩いてきたんですがね、いや意外とねこの道ね車が多いんですよね。だから駅から歩いて来られるときはね気をつけてください。はい。で神社はねこちらになるようです。まあ、正面の入り口ではないような感じでね、どうやら裏手から入るような形になるんでしょうか。それでは入っていきたいと思います。これが正面の門に当たるところなんでしょうかね。隣には能の舞台でしょうかね。立派なのがありますよね。はい。さあそれではねお参りをしていきます。さて、お参りをね済ましてきました。ちょうど外へ出てきたんですけども、ちょうどねこの道路ありますけど、まっすぐ鳥居も、ね、正面にありますし、これがまあ参道という感じなんでしょうね本来はね。周囲にね、松も立派なのがありますが、この中にね、まあ、前回の動画でも言ったんですけども、ぜひともね見ておきたい場所がありますので、そこに行くことにしましょう。参道からね、少し歩きまして周囲を見てるんですけども、いやー本当ね久しぶりに来ましたけど立派ですね。前来た時はねこの、松林の中でねフリスビーをしてる人がねめっちゃいまして、ちょっと危ないんでどいてくださいなんてね言われたのを今でも覚えてますけど、ああそうだそうだ、ここにプールがあるんですよね。このプールはどうなんでしょう、今シーズンやってたんですかね。なんか綺麗な感じなんで、もしかしたらやってたのかな。はい。ここですよね。第二次世界大戦中にね、この辺りって陸軍の兵舎があったんですよね。その兵舎の跡がまだ基礎みたいなのがね残ってるんですよね、この辺ね。昔の地理院地図のねこう古い地図を見ると、あの弊社のあった弊社かなっていうのもね若干残ってたりする写真がね確かあったかなという気もするんですけど、まあ、現在ではねもちろんなくなりまして、こう基礎だけがね残っているという感じです。はい。いや生々しいですよね。
向こうには一段高くなってるような建物の中跡もありますよね。いやでもこう見るとそんなにね、建物自体はたくさんあったんでしょうけど、そんなに大きい建物じゃなかったのかな。うん、あの辺にはこう階段で一段高いような建物があったんで、なんか本部っぽいものがね、あっちにはあったんでしょうか。この石のこの道は昔からあるもんなんでしょうかね。どうなんでしょう。いやー、どんな祭りだったんだろう、ここに何があったんだろうとね、こう想像してしまいますが、いや皆さんもね、ここに来た時はね、ちょっと訪れてみてください。はい、いや久しぶりにね、ここに来たらね、もう一度見てみたいなと思ったのが、あの天神社とね、ここなんですよね。はい、1500人ぐらいの人がいたと書いてありますね。それではね、浜の宮公園をね、少し歩いてみました。駅の方へね、戻っていこうと思います。駅前までね、戻ってきました。さてね、駅の南側をね、ぐるーっとこういろいろ歩いてきたんですけども、駅の北側もね、少し行ってみたいところがありますんでね、背後踏切があってね、ほんと交通量がね多いところなんですけど、山盛稲荷というね、こういう、まあ、柱がありますが、確か駅の北側にね、稲荷神社があるんですよね。少し歩いて行ってみることにしましょう。浜の宮踏切ですね。駅の様子はご覧のような感じです。さあ、ちょうどね、この線路のね、右手にあるんですよね。はい、ただ行く道がね、意外と分かりにくいんですよね。ほら、ここにね、山盛稲荷ってこうありますよね。この道通っていくんですよね。ちょうどこうカメラの先の方にね、鳥居があると思うんですが、あの辺なんですよね。さあ行ってみます。はい、正面のね、踏切が浜の宮稲荷東踏切というね、小さい本当踏切なんですけど、こちらにね、なんとこの鳥居がたくさんありますが、ここがね、山盛稲荷神社だそうですね。鳥居は本当綺麗ですよね。ここから電車を見るのもなかなかいい感じですけどね。神社はこちらになります。それでは今回の動画は山陽電車本線浜の宮駅を見に来ました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。